そして強大な力を持つあなた様を我が主と定め、この命を捧げてこたびのご恩に報いましょう。え、ちょっと待ってよ。別にそこまでしてくれなくても。主殿。そんな、主とかやめ。荷物持ちでも奴隷でも何でも構いません。どうかおそばに置いてください、主殿。荷物持ちも奴隷も結構です。僕はそういう人たちを持ちたいとは思いません。そんな声を出されてもダメなものはダメだから。叶わぬとあらば死ぬのみです。わかったから、ついてきていいから。こんなことしないでください。